後までしばらくお待ちください。高知よさこいナイター第8競争も個人協賛競争です。五木家メイド一同協賛、笹原愛子誕生日特別協賛メッセージをご紹介します。敬愛するメイド長笹原愛子様、一日早いですがお誕生日おめでとうございます。我々より日頃の感謝を込めたプレゼントレースをお楽しみください。早くギャラクシースタイルに登場できることを皆お祈りしています。人気カードゲームアクエリアンエイジのチーフメイド笹原愛子さん、1月21日生まれの AB 型、昨年に続いて2度目の誕生日です。ですね、おめでとうございます。アクエリアンエイジは昨年11月新作の金色の戦記が発売となっていますね。メイド長のさらなる活躍とますますの盛り上がりお祈りしています。メイド一同様、協賛今年もありがとうございました。伏せのダンサー、パイクーヤ、エコジュリエット、マリオ王将、マイネルブエロ、サクラディアナ、ワインハウス、タイトーキャップ、オーガニックライフの9頭ラテです。3連単は2番6番4番が直前の1番人気、パイクーヤ、サクラディアナ、マルヨ王将、さらに7番ワインハウスや9番のオーガニックライフと上位人気続いています。2番のパイクーヤ、白星2着、白星2着というリズムになっていますが、さあ今日はどうか。6番サクラディアナとの組み合わせ人気です。今台東キャップ、そしてパイクーヤが収まりました。エコジュリエット、サクラディアナ、転入2戦目収まりました。9番のオーガニックライフが向かいます。第8競争笹原愛子誕生日特別、9頭収まりました。スタートしました。パイクーヤあまり出しではありませんが、差はありません。今ステッキ一発上がってきます。さあそのパイクーヤと4番のマルヨ王将を並んで、3番手集団サクラディアナ、オーガニックライフ、中段に3番のエコジュリエット、外は7番ワインハウス、内が1番伏せのダンサー、その後5番マイネルブエロ、最高峰8番台東キャップで1000メートル標識、10馬身ぐらいの隊列で2コーナーへと向かっています。抜けたのは2番のパイクーヤ、赤岡修司でリードは今2馬身ぐらいです。2番手に4番マルヨ王将で、そのうちの3番手6番サクラディアナ、2コーナー回って800を切りました。外は9番のオーガニックライフが続いています。遅れて2馬身差、1番の伏せのダンサーです。その外から7番のワインハウスが上がっていって、3番エコジュリエットが中、さらに2馬身差5番マイネルブエロ、3馬身差最高峰8番台東キャップで600を切りました。全体縦長に変わって3コーナーのカーブ、一気に差を開くか。2番のパイクーヤ、リードは4馬身ぐらいとなっている。2番手に4番のマルヨ王将、その後が3、4馬身と開きました。外目を仕上げた7番のワインハウスが単独3番手400を切る。そのうちが6番のサクラディアナ、ちょっと交代加減。その後1番の伏せのダンサー以下、第4コーナーのカーブです。先頭は2番のパイクーヤ、リードは2馬身ぐらい。さあ4番マルヨ王将を追ってきて、4コーナーカーブから直線200を切って、2番のパイクーヤです。リードは3馬身ぐらい。2番手マルヨ王将、その後差が開いているが、7番のワインハウスが単独3番手、その後はサクラディアナで残り50メートル。先頭は2番のパイクーヤ、リードは4馬身ぐらいで完勝ゴール。2番手4番マルヨ王将、3番手7番のワインハウスです。あと開いて6番サクラディアナは4番手。2番のパイクーヤ完勝でした。上がりの800メートル52秒8、600メートルは39秒8です。スタートの出口から先手を奪って自分のペースで行ったレース、最後は後続を突き放しましたパイクーヤです。赤岡修司が今年の6勝目、工藤秀次級者4勝目。2番のパイクーヤ人気に応えました。前々これに食い下がって粘った4番マリオ王将2番手、その後差が開きましたが、3番手は7番のワインハウス、そして6番のサクラディアナが、さらにその後4番手という入線です。高知よさこいナイター第8競争、笹原愛子誕生日特別、確定までお手元の勝ち馬投票券、お捨てにならずにお待ちください。